回帰月食の満月の力をですねえ、使いまして、どうやったら最速で願いを叶えられるのか、裏技をお伝えしていきたいというふうに思います。今夜の回帰月食、442年ぶりなんですよ。どれだけレアなものなのかということが分かっていただけるんじゃないかというふうに思います。ものすごい浄化を意識していただくと、満月で浄化ザン すするるこことととがでできるよということなんです浄化っていうのはいろんなそわそわする気持ちざわざわする気持ちこれを静めていくということイラッとしたりとか泣きたくなったりとか辛くなったり鬱になったり落ち込んだりっていう感情がね波立ってしまうこれらは全部あなたの中の浄化が必要ということになります。体というのは全部 全部パイプなんですよ。詰まりがあると流れないわけなんじゃないですか。エネルギーラインに関しては、経絡を整えていく必要がある。で、整えたらば、一番願いを早く叶えるだけのエネルギーをよく寝ることによって吸収することもできますし、最速で願いを叶える 行動力も得られるし、勇気も得られるし、スタネミナも得られるっていうことなんですよね。さらに自分の願い事にフォーカスをすることができて、波動が何より上がっていくことができるっていうことなんですよね。波動さえ上がれば、絶対に願いを叶えられるんですよ。波動を上げていくための満月裏技というのを皆さんにプレゼントさせていただきたいというふうに思います。まずは、家の空間 のパイプスルーを一気にしていきたいと思います家の空間の断捨離を加速化させるために必要なこと窓を開けてください <laughs> 窓を開ける玄関を開けるやってください 風通しをね、まずよくしてください。滞留した空気自体が入れ替わります。そして、皆既月食のエネルギー自体が、もう空気の中には入っておりますから、窓を開けた瞬間に、いいが一気に流れるんですよね。そうすると、家の中の木自体が一気に上がりますから、断捨離をするに必要なエネルギーを一気に貯めることができるので、それで、一気に、 拭き掃除をしてください。雑巾でもクイックルワイパーみたいなね。そういうものでも構いませんから、さ,ささ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 っと自分の月光浴のエネルギーを家の中にすり込むように拭き掃除をしてほしいんですね。で、そうすると家の中に怪奇月食 エネルギーーがふわーって染みままされますから家の中にもたまりますので、断捨離をしたいというモチベーションも高まり、よし、これはもう古いエネルギーだから、ご卒業いただこうとか、判断もですね、もっともっとしやすくなるということなんです。ロボット掃除機がもう拭き掃除がついているんだったらば、意図してもらえれば、手でやらなかったとしても大丈夫です。家の中に月 この力を入れる満月のエネルギーをすり込むというふうに思っていただければ、それだけで家がどん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 浄化されていくということになりますので、意図してさささささささっと家中を10分でやっちゃったみたいな、そんな気持ちで大丈夫です。これが1個目。 そして二つ目、体の月光浴の仕方をお伝えしていきたいと思います。ツーパターンをね、ちょっと説明していきたいなというふうに思います。まず一つ目、ベッドの上で月光浴。 好欲、ナップ。ナップって、あの、お昼寝のことでございます。大切なのは、体をもう本当にゆる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 っとしていただいて、思いっきり満月のエネルギーが降り注いでいるというのを寝っ転がって、受け取って、 いるというイメージだけ持っていただいてそして深呼吸をしてください。もしねその後5分ぐらいとかでも寝られるんだったら寝てください。感情自体がリセットされるので波動が一気にマックスに上がっていきやすくなるんですね忙しい方はこの1回の呼吸で全然大丈夫です。そしてもう1個のパターン。昼間ずっと職場なので寝られ ないですという方は会社のお手洗いとかでも結構です便座に座っていただいてる間に同じように一度 それをやっていただければ、それでも大丈夫です。会社のお手洗いもちょっと厳しいなっていう場合は、会社の屋上とか、公園とかにね、一瞬行けるとか、コーヒー屋さんでも結構です。30秒ぐらいですね。あなたの上に満月が出ているというのを想定していただいて、立ったままでも結構ですから、深呼吸をしてください。それがもう一つ、体の方の月光浴ということですね。 そしてもう一つ、心の月光浴。心の中のざわつきというのと向き合っていただきたいんです。思い込みが取れれば取れるほど進化が早まっていきます。 心のざわつきっていうのを全部一旦ですね、体の心臓に集めていただきたいんですね。例えばですよ、自分のこういう癖が嫌だなとか、子供のこういうところが自分の中で許せなくって嫌だなっていうふうに思ってしまったりとか、いろんな違和感体験っていうのを皆さんされていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。その事象というのは、あなたの中の思い込みを 全部投影してくれていることなんですよね違和感体験自体を全部一個一個思い出しながら心臓に集めていただきたいんですね 最低の人が人にくっつけている場合がほとんどなんじゃないかというふうに思いますので今ちょっと違和感を感じている人たちを思い浮かべながらその人たちからあなたの何が思い込んでて違和感になっているのか実際にはその誰々さんに自分のネガティブな思い込みっていうのを引っつけてるだけってわかりますこれをペロン 剥がして欲していんですね思い込んでいるネガティブ。何を信じているのって言った時のその答えですよね。それを全部一旦心臓に集めていただきたいんですね。これをやっていただくと、もうあなたの中の心の浄化セットが全部ここに集まってくることになるんですよ。自分自身を苦しめてきたネガティブな思い込み。私は幸せになっちゃいけない。私はお金持ちになっちゃいけない。私には価値がない。とか、もういろんなのが出てくる。 と思うんですよ全部集めて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 そして満月を目の前にものすごい近く感じてほしいんです満月がもう目の前に来たみたいな状態それで集中的にこの心の中に寄せ集めたネガティブな感情を全部月光ちゃんでふー 燃やしきっちゃってほしいんですね。これをやっていただくと、あなたのパイプスルーが一気に進みますから、空間、体、心、つるっぺっ、 感になってしまって、これだけでアセンション来るぐらい、すんごいことになるんですよ。無意識化のやつもやっちゃった方が、もっとあなたの進化度が上がるので、ちょっとこれ、さらにプラスアルファね。DNA レベルの中に埋め込まれている違和感のもとっていうのも、全部意図してください。全部心臓に集まっているというふうに思ってください。無意識化でまだ健在意識に音 すすこことがでできてないいれめちゃくちゃゃく多いんですよね私何も悪いことしてないのになんでこんなことになっちゃったんですかっていう風におっしゃられる方の原因はこれ DNA レベルでのあなたのネガティブな思い込み自体に影響を受けちゃっているということなので今日は DNA レベルまで月光浴をして解消していただきたいのでそれも意図してあげてください。そうするとこのの満月のエネルギー を浴びた瞬間に DNA レベルもプル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 震えて浄化ができてしまうので心を越えて無意識化のものしかもそれが過去性のものまで浄化することができるのであなたの中の DNA がきれいに 月光浴でパイプスルーすることができて、お体もパイプする、家の中もパイプするということになると、すべてがつるんぴかんになるということになりますから、この状態で感謝ワークをしていただいたらば、どうやったって波動がめちゃくちゃ上がります。あなたが願っていることはもう何年 の障害もないことになりますので願ったことが生きられるようになるよっていうことなんですよエネルギーブロックがなければあなたの思った通りが現実化になったその状態自体があなたの理想になるはずっていうことですということで、えー、今日の442年のねに1回の回帰月食の満月を使ってねもう皆さんがここから先本当に最速で願いを叶えられる自分をね手に入れていただけたこと本当に本当におめでとうございます ということで皆様本当に今日もご視聴ありがとうございましたそれでは Have an amazing day! バイ